サッカーファンの皆さん、ご機嫌いかがですか。ファン待望のフレンドリーマッチ、川崎フロンターレ対浦和レッズ。本日の試合解説は元日本代表北澤豪さんをお招きしています。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて北澤さん、今日の見どころをお願いします。はい、そうですね、両チームとも本来いろいろと仕掛けられるバリエーションありますからね。そういった意味で期待できる試合ありますよね。まずはそういったところでしょうね。そうですね、川崎としては特にトップへつなげるまでの流れでいろんなことをやってくるかもしれないので見ものですよね。はい、今日は非常に楽しみな一戦を迎えています。さあ、観客の見守る中、開始の笛が鳴りました。それではまず両チームの立ち上がりを見ていきましょう。後ろからチェック、サントス、スルーパスを出してくる。これ仕掛けましたよ。負けてないですよね。左へのクロスが出たんですが、ちょっとこのボールはさらに右に行ってしまいました。2人いたんですけどね。フロンターレ、ここはしっかりと守りました。伊藤、横へ持っていく。寺田、ボールを回して谷口、マルクス、アウグスト、マルクス、伊藤、ここから谷口、中村、回して箕輪、クロツ。前半の15分が過ぎました。この上がりいいですよ。危ないところでした。さあ展開が速くなる。これはファウルの判定。ここからのフリーキック、再び長谷部、トゥーリオ、ポンテ、長谷部、あっとこれはボールの先に田中、これはクリアします。ディフェンス必死に守ります。これはコーナーキック、ボールはキーパーへ。もう一度、ここは戻します。内田、さあロングパスだ。ここで受ける。まもなく前半も30分が経過します。鈴木、ゴール前を狙っています。ポンテ、キープ力には評判のある選手。さあシュート、入った入った、ゴール、レッズ1点先制。ゴールしたのはミッドフィルダーサントス。いや、ラインの裏をきれいに取りましたね。はい、一つ前のパスワークも良かったですからね。ご覧のように画面にはリプレイが出ています。あ、北澤さん、なんと言いますか、うまく前につながりましたね。後ろからね、うまく間を通してきましたよね。レッド先制しています。まあね、1点先制しましたけどもね、安心すぎると一気に返されることもありますから、その辺は注意したいですよね。はい、続けて注目してまいります。ここは戻します。前へゆっくり送ろうという場面です。パスをつないでいく。さあ追い上げたい。フロンターレボールキープしています。ここからの組み立てが大事です。ここで受けた、後ろへ預けた、真ん中へボールが入ってくる、狙ってきた。いやー、北澤さん、今の遠間からのシュートどうですか。そうですね、見てる感じではね、もっと押し上げたい気もしましたけどね。おっと、ここで前半終了のホイッスル。さあ北澤さん、先に1点先行されました。フロンターレ、強豪相手にした前半の戦いぶり、どのように見ますか。そうですね、チーム全体でこう攻めるんだというイメージがないといけないでしょうね。ちょっと辛そうですね。なるほど。レッズ、フィールドの使い方についてはどのようにご覧になりますか。はい、全体的にうまく使えていたんじゃないかなと思いますけどね。特に中盤から前にかけて、そんな印象でしたね。そういった意味では後半も期待できそうですね。はい、後半どのような展開になるんでしょうか。前半を終えてその差は1点、レッズ1点リードで折り返しています。
今後半がスタートしました。フロンターレ、エンドが変わって右から攻めます。その反対側がレッド、ポンテ、この試合ワンアシスト。ここは戻します。ここは落ち着いていきたい。そして寺田、さあここから組み立てていく。ミノワ、谷口、アウグスト、フロンターレボールを回します。ジュニーニ、これはファールの判定。フロンターレボールになります。直接来た、レッド1対0でリード。まだ勝負は分かりません。中村、レッド今のところ1点リード。でも本当に今日はうまくボールを回せていますよね。やはりそのあたりがですね、今日の得点に結びついていると思いますよ。そういった基本的なところをしっかり意識してプレーしてますよね、はい、まだ諦めていません。右にさばいて中村、得点につなげたい。あーっとパスに追いつけません。中村下げて、ここは寺田、美濃は左に振って、いいですね。コース先読みしましたよ。良い守りです。タイミングいいですよね。サントス、この試合1得点。しかし北澤さん、はい、レッド後半に入ってからはまだシュートを打っていませんね。いかがですかこのあたりは。そうですね、リードしてから少し慎重になったんですかね。まあ本人たちは気づいてないかもしれませんけどね、はい、さあいけるか。ヘッドで競り合います。ここはよく守りました。3人も入ってきたんですけどね。レッド、このまま逃げ切れるか。ここで両チーム選手を変えてきます。ボールを入れるのはアウグスト、パラダ、さあサイドからキーパーしっかり抑えました。フィジカル面強いですよ。後方へパス。今後半の40分が経ったところ、ここから新井、これはタイミングが合いません。ちょっとね、感覚が揃ったかもしれませんね。キーパー出てきました。新井、ここからポンテ、鈴木、もう残すところ数十秒か。下げて、ここ試合終了の笛が鳴りました。1対0、レッズ1点差で勝利、逃げ切りました。佐々木さん、試合の感想をいただきたいと思うんですが、いかがでしたか。ちょっとね、またこの対戦を見たくなりましたよね。非常に興味深い内容だったと思いますよ。いいゲームでした。なるほど。本日の結果は1対0、レッズ勝利をものにしました。今日の解説は北澤剛さんでした。次回の試合を皆さんお楽しみに。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。実況は私ジョン・カビラがお届けしてまいりました。画面のハイライトシーンをお届けしながらのお別れです。皆さんまたお会いしましょう。